ゲストはキャオさん。書きたい字は、卒園証書授与式、本来はですね6文字までしかダメなんですけど、ちょっと事情があってこの7文字じゃないといけないということで、今日は生後3ヶ月のお子さんを寝かしつけてこれに参加してくれてるので貴重な時間を割いてもらいました。ではスカイプにつなぎます。もしもし、見える？見える。画面オンにできるかな？あ、できる。ちょっと待ってよ。はい。わあめっちゃ幸せそうに寝てるもう満腹だから、ね、あ、そうなんだ。大きいね。そう、大きく生まれただよ。あ、何グラムで生まれたの？3220。うわ、そりゃでかいね。そう、でかいんだよ改めまして、お久しぶりです。お久しぶりです。声聞くのも久々かもしれないね。でもなんか、うん、あれだわ、動画とかは何回か見たことあるから声は聞いてる。キャオの方は、あの、私のことをね、一方的にねって感じだね。そうなるほどじゃあね、とりあえず名前と年だけ言ってもらっていいですか？はい、キャオです。23歳です。お願いします。お願いします。はい、今日書きたい字はちょっとこれ何ですか？卒園証書授与式めっちゃ長いんだけどあ、そうだ、キャオさんはあの保育士をねされてて、今は産休中だよね。そうですね。はい、この卒園式の時期に書かなきゃいけないんだよね。そう、どでかい紙にね、縦で筆で書かされんのよ、うわということで、なんかこれを復職した時に書きたいっつうことで今日はこの字を書くんですが、推しは全然違うんだよね、これとはね。あ、全く関係ない。ちょっと教えてもらっていいですか？DJ 幹事さんです。入んなくなっちゃった。やばい、にやけるもん。何よっぽど好きなんだな。好き。あの、まあ、DJ ってついてるから、まあ、DJ なんですけど、簡単にでいいから、どんな人だよっていうのをちょっと説明できる？地元が一緒で、私が多分19歳ぐらいの時からクラブに行き始めて、そこの箱の、その一番人が入るイベントがあって、それのレギュラー DJ だったんだけど、人気になりすぎちゃって、2018年から上京して、そこからクラブ DJ としてだけじゃなくて、プロデューサーとして曲を作ったり、その曲をラッパーの人に提供したりっていうのをするようになり、うんうん、すごい注目されてる DJ です。めっちゃ説明上手だった。本当です。本当？肩書きぐらいで終わるかなって思ったら、すげえ背景まで言ってくれて。なんかもう言うことなくなっちゃったの。いやいや、そんなことないよ、そんなことないよ。あ、そっか、っていうかキャオがもともとあれなんだね、その19の時にクラブに行き始めて、その知り合ったというか、まあ知ったんだよね。そう、そうなの。てかもう私は、うん、あのなんか高校生17歳とかの時に、うんうん、なんかクラスにラッパーがいて、え？うん。で、そいつになんかバトル、はいはいはい、なんかマイクバトルみたいなやつを見に来てよって言われて、うんうん、正直私全然なんかラッパー同士がギャンギャン言うの、みんなもウェイとか言ってるけど何のウェイなのかよく分からないし、なんか聞き取れないから何がウェイなのかよく分からない。めっちゃ正直こうさ、怒鳴り合いみたいな、うんうん、口喧嘩みたいな感じだから、うん、なんかそれをマイク通して言われるともうさらに何言ってるか分かんなくて。そうで、しかもそもそも男の人の大きい声苦手だから。いいとこないじゃん。で、まあでもその友達は仲良かったから、まあ行ってあげてたのね。うんうんうん。で、まあなんか、その、まあ1日か、まあ何時間かバトルがあるうちの1時間とかは DJ タイムみたいのがあって、うんうんうん、で、もうその時間がもうすごい好きだったの。なんか他の人が多分よく分かんなかったからかもしれないけど、うんうん、なんかちょっとの動きでフェードがかかったり、うん、こうやってかかったりして、うん、なんか音が変わるとか、うん、曲が変わっていくのが、すごい魔法みたいだなって思って。うわぁ、素敵だね、あなた。素晴らしい感性してるね。魔法みたいか。素敵だね。
そうで、まあそれで DJ いいなって思い始めたのがそこで、うん、で19歳の時に DJ イベント、うんうん、はいはいはい、みんな DJ しかやんないで、それで、あ、私はこれを見たかったんだよと思って、うん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 、でまあそこで幹事さんに出会ったの。へー、すごいね。だからなんていうんだ、こう DJ にハマっためっちゃ初期に幹事さんに出会ってるわけじゃなくて、ハマってった中で知ったってことだよね。そうそうそう、このイベントはちなみに月に1回なんだけど、うん、何回も通ってるうちに幹事さんにたどり着いた、うん、なるほどなるほど。いや、これはちょっとドラマがありそうだね。そんなことはない。今日待って、7文字あるからちょっともう行くよ、1文字目。そうね、そうね。一番横に長いのはね、ここ。あ、そうで、上の傘は結構、狭めにしてる。狭めに、ね、そうそうそう、めっちゃ爪可愛いんだけど。もう伸びてる。ほんと、いいね。はい、バッチリ。オッケー、素晴らしい。よし、はい、あのさ、うん、DJ のさ、なんかこう上手い下手ってさ、どういうところでなんか違いが出るんだろうって全然わかんないんだけど。ああ、まあ私も最初はただ盛り上げれる人が上手っていうイメージだ、うん、ああ、なるほど。その場をね、場を盛り上げる。そう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 、こうみんなが求めてる曲を出せるっていうか、遊びの最高潮の状態、はあ、遊び気持ちを最高潮にするみたいな。ああ、なるほどね。そう、まあ音楽を通じてね。うんうんうん、うんうん、DJ のやることって基本的には曲をつないでいくだけなんだけど、はいはい、曲が途切れたなって思われないような、うんうん、もう一曲の曲であるかのようなつなぎ方をするのが一番上手で、あとこう音のトーンというか、あまりにもこうブンブンしてる曲とガチャガチャしてる感じの曲でつなぐと、もう変わってるのがすごいわかるじゃん。あ、だからこういかにこう自然につなぐかがめっちゃ大事ってこと？そうそう、自然につなぐかだし、それをするためには曲をたくさん知ってないと同じような種類の曲をかけれないわ。うわー、それすごいな。だし、あとアーティストのつながりとかっていうのも、うん、あのリードメーカーが一緒の人をつなぐとか、とかアーティストの内情とかもよく知ってないと、ヒップホップは特になんかウエストサイドとイーストサイドブラッパーは混ぜちゃいけないとか。そうなんだ、そんなのあるんだ。カンジさんが今も出てるこのイベント、うん、ゴリゴリのヒップホップがすごい高いイベントだから、うん、多分みんな知ってるし。すごい、めっちゃ勉強しなきゃいけないんだね。なんかもう音楽好きなら知ってて当たり前でしょみたいな感じなの。マジか。上手くなろうとなればするほど難しいんだよね。いや、奥深そうな世界やなって思った。すごい。円いっていいですか？円、しっかりこの隙間を取ってあげて、土、口っていうのがはっきり分かるようにやってやるといいかな。はい、はい、ほいほい、ちょっと書いてみよう。おー、いい、上手だね、素晴らしい。イエーイ、めっちゃ上手。いいね、字の書き方からね、真面目さが伺えるわ。いやいやいや。真面目かどうかまた別途。別。ちょっと幹事さんの話もそうなんだけどさ、あなたはなんでやろうってなったの？なんか、それで、まあ、いろんな DJ の人と知り合いになって、幹事さんを含めてね、ほうほうほう、その30ぐらいの人たちから見て19歳20歳の子っても小娘みたいな感じ、うん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 、私がその DJ かっこいいって言ったら、うん、やろうよみたいな、機材貸してあげるよみたいな。すごいね、やろうって言われたの？そう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 。え、いや、あんなのなんか学校とかないし、なんか資格もいらないし、ただその初期費用っていうか、パソコンがないとできないし、うん、機材着ないと練習もできないから、うん、パソコンさえ買えば機材を貸してあげるよとか言ってくれる人とかもいて、うん、すごいそれ。で、なんか、そんな簡単にできるんだみたいな、うんうんうん、すごいなんかハードルが高いイメージなんだけど。そう、なんかその人たちが若い時に DJ になろうと思ったら、うん、もうボスがいて、そのイベントのね、うん、ボスがいて、弟子入りみたいなことしなきゃいけなかったらしいのね。うちの夫もそうなんだけど、うちの夫今36なんだけど、多分17とかの時からあの DJ やってて。旦那さんが DJ やってた？やってるよ今。今やってんの？知らなかったっけ？知らないよ、何それ。でしかもなんならその幹事さんの先輩なの。そうそうそう、幹事さんと同じイベントに
してみればさ、自分の後輩のことを好き好き言ってるからなんか変な感じだよね。いやいや、めっちゃ変な感じだよね、旦那としては。すごいね、それ。え、ごめん、旦那さんともそう DJ つながりでだからつながったってこと？そうそうそう、クラブで出会った。いやー、なんかちょっと何、いい話じゃん。え？でも私夫のことは全然なんかそういうなんか憧れみたいな目で見たことない。きっと。じゃあなんかさ、夫はさ、こう我が道を行く系 DJ なんだよ。ああ、そうなんだ。そう、なんかそういう今まで私が言った、うん、その DJ ってこういうところができるとうまいと思うなみたいなのを、うん、俺は関係ねえみたいな。そうだから全然お客さんが知らない曲とかをぶっ込んでくるし、そういう系の人だもんでね。へえ、面白いね。はい、ちょっとショーいきます。ショー、はい、ゴンベの口のとこなんだけど、うん、今ね、オーバーに書くと横になってんだわ、うん、これをちょっと縦にするイメージ。縦に、そうそう、上がった。はい、いきます。はい、どうぞ。めっちゃいいじゃん。何これ、すげー。え、上手よ。いや、言われた通りにやっただけですよ。すごい、これやっぱ真面目じゃん。なんかすごいさ、褒めてくれる。いや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 、本当にこれだけで綺麗が、いや、変わる変わる。復職した時の卒園式の、あの字は別人のようになるよ。ね、でもさ、私4月に復職するからさ、そっから1年以上か。全然出番来ない。そうなんだよね、1年経っちゃってね、ちょっとそれ、その間怠けない。